こんにちは。見栄の張り方ね。確かにポジティブな見栄の張り方とネガティブな方ってあるんですよ。で、それは非常に見分けがつきにくいんですよね。特に本人からすると。ガラケーの例なんていいですよね。みんなスマホを持ってて、いや、まあ、時代に流されんな、これガラケーでいいんだっていうのはいいと思いますけども、その意地を張ることによって自分の可能性を積んでしまってるっていうこととかね。やっぱりこのガラケーでできることとスマホでできることのその限界値って全然違うわけなんですよね。例えてみたら、東京から大阪に行くのに自転車で行く人がいるんですよ。自転車で、昔から俺自転車得意なんだ、これ俺の相棒だってからね、自転車で行く人でも、片や新幹線で行く人もいるんですよ。で、自転車に乗ってる人がなんだ新幹線なん、時代に流されやがってみたいなね、せせら笑ってるけども、もう痛々しいですよね、そういうのってのは、で、なんかね、モテるモテないっていう関係でもそれがあって、やっぱ40代とか50代の男性になってくるとね、いや、俺もやっぱり年だからねって、若い人にはかなわないよねって言っちゃうんですよ。これが若い女性には本当にモテない言葉の代表例みたいなんですよね。だからそうじゃないと。年齢を重ねれば重ねるほど、もうより新しいものにね、真摯に向き合っていく、素直に取り入れていくと。で、孫正義さんなんて偉い年ですけども、最新のテクノロジーをどん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 生み出してる人だと思うんですよね。しかもあの規模で。だからああいうふうに賢い年の取り方をすればいいのに、素直な年の取り方とかね、常に新しいものをどん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 取り入れていくような年の取り方をすればいいのに、なんか年齢がね、なんか30とかで止まっちゃうんですよね。まあ、下手すりゃ20で止まっちゃうんですよ。で、20代に聴いてたヒットソングを未だに聴いてるとかね、それはまあ好みの問題なんでいいんですけども、20代の頃にガラケーを覚えて、未だにそのガラケーをね、ずっと使ってるみたいなね、人もいらっしゃってて、やっぱりね、新しいものって何なんだろうって興味を持つこととか、新しいものに刺激を受けてみるとかね、それから、素直に自分の気持ちとは別に、なんで世の中の人はこっちを使ってるのかなって興味を持っていくことっていうのが、まあ、すごく大事で、意地を張るっていうのとは全く違うと思うんですよね。それはなんかね、意地を張るんじゃなくて頑固っていうのと似てるんじゃないですか。武士は食わねど高よじって言いますけども、あれって痩せ我慢のことで、決して美しい言葉じゃないんですよね。だって自分はいいかもしれないけども、武士は食わねど高よじって言ってね、あれご家族の方にはえらい迷惑な話ですよ。武士道なんていうのはね、あんな間違った武士道っていうのは。いや、本当に武士が身を張るんだったら、刀を質に入れてでもね、家族を飢えさせないことだと思うんですよ。まあ、これはどういうふうに考えるのか、武士の魂は刀だから視野に入れらんねえとか言ってね、飢え死ぬことを選ぶのか、それとも何があっても生き残って家族を守り、主君を守ることを旨とするのか、それこそね、刀がなくても心の刀、素手で戦ってやるみたいなね、そんな気持ちが武士には武士道ってものにあったと思うんですよ。まあ、ですので、時代が変わって刀で戦う時代じゃなくてもね、ゼロ戦、大空の侍って言いますけども、そういう戦い方もあるし、やっぱりね、刀をね、クワや好きに持ち替えて農業によって武士道を貫いた人もいると思うんですよ。それこそ武士っていうのは浪人をして、なんか傘のね、なんか傘張りとかで内職したと思うんですけども、あれでもね、やっぱ魂を失ってなかったと思うんですよ。誰よりも優れた傘を作って、一人でも多くの人を雨から守る、それが武士道だっていうふうな気持ち。武士道っていうのは要するに、どこに行っても持ち込めるもの。そっからね、一流って概念が来るわけですけども、その意地の張り方の一流ですよ。一流の人はそんなことしないよっていうふうに偽一流は言うんですけども、違うと。一流の人間は何をやっても一流なんだよって言い放つらしいんですよ。まあ、ですので、私はね、どんなところでも意地を張っていこうと思いますけども、その意地の張り方の行き着く先は、何があっても稼ぎ切るっていうやつですかね。ビジネスをしてる人間としては、何があっても稼ぎ切ると。稼げないんだったらね、もう勝負そのものをやめてしまうぐらいの、張り倒して途中でやめてしまうぐらいの、まあ、そんなね、ご破産にするぐらいの覚悟ですよね。まあでもね、やっぱりね、そこまでして稼ぎたくねえよみたいなのが、とてもじゃないけどビジネスマンとは言えないですよね。ビジネスマンならば、何が何でも稼いでくることね。それからね、ちょっとね、話長くなって恐縮なんですけども、これとちょっと似たようなパターンで、コミュニケーションについてね、やっぱり最近はスマホの時代になってきたよねと。リモートって言うけども、やっぱ人と人って実際に顔を合わせて会うからこそ信頼関係を結べるんだよっていう風な価値観もありますけど、これどう思います？私はコミュニケーション能力が非常に低い人はこれを言うと思うんですよ。
コミュニケーション能力が高ければ別にね、メールのやり取りだけで商品売ることはできるし、恋愛関係も作れるし、だって昔から文通ってあったわけですよ。文通で思いを募らせて、会った時にはもうね、ハッピーエンドみたいなこともあったわけですから、必ずしも会うからこそ信頼関係が結べるわけではなくて、会った結果詐欺に遭うってことが今までの人類の歴史上ものすごいあったわけですからね。まあ、ですんで何でもかんでもレッテル貼りしたり型にはめるんじゃなくて、待てよ、そうじゃない形は取れないかなっていうふうに考えること、こういうふうに新しいことを考えていくことにもっともっと意地を張っていくっていうんですかね、他の人が達し得ないレベルまで自分は上り詰めていくんだって意地は、とてもかっこいい意地の張り方、見栄の張り方だと思いますけどね。いかがでしょうか。それでは失礼します。